時は天正10年5月のことでございます。徳川家康を安土城に招待した織田信長はその接待役を明智光秀に命じます。よい、対面つつがなく準備いたしまする。大張り切りでせっせせっせと準備し、あとは家康を待つばかりの光秀。しかしなぜか突如、やっぱりお前はやらんでいいと信長に言われてしまいます。そしてさらに信長は、その代わりお前は秀吉軍を手伝いに行けと言う。一生懸命準備してきた接待役をドタキャンされて、すでにプライドズタズタの光秀、その上秀吉に従えと、この光秀がいくらなんでもひどすぎる。信長許さん。本能寺未曾は苦戦。怒りが頂点に達した光秀、ここは注意深く作戦を練らねばと、表向きは秀吉軍に加勢します。いざ大江山へ。だが老いの坂へ差し掛かったその時、皆の者、ごめん、こっちじゃなくてあっち、あっち、あっちに行くぞと急な方向転換をいたしました。一体俺たちはどこへ行くんじゃろうかという兵士たちを尻目に、光秀軍は東に向きを変えて進み始めました。おいのさま、早朝、明智光秀の軍は本能寺に到着いたしました。それではただいまより本能寺攻めを開演いたします。
お持ちの携帯電話が鳴りますと信長様が起きてしまうので、ヒーじゃなかった、えいえいおーということで、ついに本能寺に攻め入り蹴る。我が敵は